おはようございます、デュエルプロスタッフディアコプロガイドのクロスです。今日はね3月中旬、まあでもすごい寒波が来てだいぶ冷えてる、水温もまあ落ちてるんですけど、まあ例年だともう本当にこの春っていうのを感じられる天候で、まあ日差しも強くいいはずなんですけど、なかなか今年はねなかなか春が来ないんで、まあ今日はあのハードコアバイブですね。まああのサイレントとこの音割りと、まあちょっと水が濁り気味なんで音割りをメインにしていきます。あとはデュエルのハードコアミノ 130F、 まあ F なんでフローティングなんでちょっと板重りチューンしてサスペンド仕様にして、この2本をメインでいきたいと思います。まあメインっていうか、サグルレンジはだいたい 2m50 から、まあ 1m50 ぐらいのミドルレンジで、でちょっと深いエリアをバイブで、まあもしバイトがあったり、まあもしくはもうちょっとインサイドやりたいときはミノっていうふうに使い分けていきたいと思いますので頑張ります。春のバイブレーションなんですけど、まあリトリーブスピードはそんなに速くはなく、そうですね、ウィードのトップスレスレぐらいをとりあえずは意識してもらった方がバイトは多くなりますね。で今使ってるハードコアバイブ 70S、 まあ音ありの方なんですけど、だいたいそうですね、普通にフロロ14ポンドで普通に巻いていただくと先行が2メーターぐらいなんで、水の層が2メーターよりもあるなっていう時は結構ゆっくりめにしていただいた方が、まあ、バイトは多くなりますね。とにかくウィードにたまにタッチしたりしなかったりっていうぐらいの感じでリトリーブしていくのがいいと思います。そうだね、なんか来た来た来た。今ですね、だいたい水深が 2.5 メーターぐらいです。でウィードがパラパラ入ってたり入ってなかったりなんで、一番レンジの合ってるハードコアバイブ、今日は音割りですね。ちょっと水が濁ってるんで音割りのタイプで、まあ結構がっつりバイトで、コンディションいいですけどね、サイズがまあ悪くはないですけど、